こんにちは、はむこですこの動画はイラストレーターをこれから初めて使う方に向けたチュートリアルのステップ2です。ここからはステップ2と3の2回に分けてチラシのデザインを作成します。チラシを作りながらイラストレーターの操作をさらに学んでいきましょう。ステップ2では A4 サイズのドキュメントを用意してチラシのタイトル部分や装飾パーツを作ります。 ステップ1で作成したイラストも素材として使用しますので前回作成したファイルがある方はそちらをご用意くださいまたこちらのステップから開始する方はサンプルファイルをダウンロードして開きそこから素材を流用しましょうそれではまず完成形を確認しますこちらがステップ2ステップ3で作成する A4 サイズのチラシです カフェのグランドオープンを知らせるデザインになっています。印刷向けのデータ作成のポイントも押さえながら進めていきましょう。それでは前回もファイルを開くのに使用したホーム画面から作業を始めます。まずはチラシのための新しいドキュメントを作成しましょう。今回はこちらの新規ファイルというボタンをクリックします。 新規ドキュメントダイアログが表示されました。こちらでは用途に応じて、モバイル、ウェブ、印刷などの目的に応じたドキュメントを素早く作るためのプリセットを選択できます。今回は印刷向けのドキュメントですので、印刷のタブが選ばれていることを確認して、空のドキュメントプリセットから A4 サイズを選択しましょう。 プリセットの詳細を確認します幅と高さにはすでに A4 サイズの数値が入力されていますねドキュメントの縦や横を変更したい場合はこちらの方向というところで切り替えを行います立ち落としやカラーモードなどもすでに印刷向けの設定になっている状態ですそれではこのまま作成のボタンをクリックしましょう これで印刷向け A4 サイズのドキュメントが作成できましたそれではドキュメントが作成できた時点でまず保存を実行しておきましょうステップ1でも学習した通り保存はファイルメニューの保存から実行を行います新規作成したドキュメントを保存するとこのようなダイアログが表示されます イラストレーターでは現在作業しているドキュメントをクラウド上または今作業しているコンピューター上のどちらかに保存できます。今回はこちらのボタンから「コンピューター」を選択してみましょうちなみにクラウドへ保存した場合は自動保存が有効になる異なる環境や iPad 版のイラストレーターで作業を引き継げるといったメリットがあります。 クラウドとコンピュータどちらに保存するかは作業の内容や目的に応じて決定しましょうそれではコンピュータに保存をククリックします。このようなダイアログが表示されたらまずは分かりやすい名前を付けましょう保存場所は自分が分かりやすい場所を選択します この状態で保存ボタンをクリックしましょう。オプションダイアログが表示されますが、今回はこのまま OK をクリックします。これでドキュメントが保存されました。ドキュメントのタブの部分を確認してみると、先ほど自分でつけたファイル名がこちらに反映されています。ステップ1でも解説した通り、作業中はこまめに保存をしましょう。 それではまずは背景用のオブジェクトを作りましょうツールバーで長方形ツールに切り替えますステップ1ではドラッグして好きな大きさの長方形を書きましたが今回はアートボード上をクリックしてこのようなダイアログを呼び出しましょう数値が入力できるようになっていますのでこちらにまずは A4 サイズの数値を入力しましょう 今回は印刷向けのドキュメントです印刷物の背景パーツには上下と左右にそれぞれ3ミリずつの塗り足しが必要ですここでは塗り足しも含めた大きさで長方形を作る必要がありますそれでは幅の数値の末尾にプラス6高さの数値の末尾にもプラス6を入力して このようう。にに計算ししして適切なサイズに設定しましょうこの状態で OK をクリックすると今指定したサイズで長方形が描画できますこのままオブジェクトの見た目を整えてしまいましょうプロパティパネルの「アピアランス」のセクションから塗りと線のカラーを設定します。まず塗りのカラーはマゼンタに15%。 イエローに10%を設定して薄いピンク色に設定します続いて線のカラーです今回は線のカラーは不要ですのでこちらの赤い車線のスウォッチをクリックしてなしの状態にしますさてこのままツールバーで選択ツールに切り替えて直接オブジェクトを動かして位置を調整しても良いのですが ここでパーツ類を正確に配置する方法をご紹介します。現在オブジェクトを1つだけ選んでいる状態です。このままプロパティパネルの整列というセクションを確認してみましょう。こちらのアイコンは現在の整列の基準を示すアイコンです。今オブジェクトを1つだけ選んでいる状態ですがアートボードに整列という状態になっていますね。 オブジェクトを1つだけ選んでいるときは、整列の基準が自動的にアートボードになります。このまま水平方向中央に整列と、垂直方向中央で整列を実行すれば、このように正確にアートボードに対して中央で配置ができます。続いてはレイヤーパネルを確認しましょう。 プロパティパネルの後ろにあるレイヤーパネルに切り替えます現在デフォルトで作成されているレイヤー1の中に先ほど書いた長方形が1つ収められている状態ですこのまま作業を続けるとこの背景パーツを誤って動かしたり大きさを変えてしまう可能性がありますこのレイヤーはロックしておくのが良いでしょう レイヤーのロックにはこちらの空いている欄をクリックします。鍵のイラストのアイコンが表示されてロックの状態になります。これでこの背景パーツを誤って動かしてしまう心配がなくなります。続いてレイヤーパネルの下側にある新規レイヤーを作成というボタンをクリックしましょう。そうするとこのように新たにレイヤーが作成されます。 ここにオブジェクトや文字を配置して作業を続けていきましょう。レイヤー2が選ばれている状態でこのまま進めます。それではタイトル部分にあたるテキストオブジェクトを用意しましょう。テキストオブジェクトを作りたいときはツールバーからこちらの文字ツールに切り替えます。文字ツールで画面上をクリックすると このようにテキストを入力できる状態になります。それでは文字を入力してみましょう。今回はこのように入力しました。改行もして2行のテキストになっています。テキストの入力を終了する際は、キーボードの esc キーを押すか、ツールバーでその他のツールに切り替えると確実です。 それではテキストオブジェクトを選択したまま文字の設定を確認していきましょう現在テキストオブジェクトが選ばれている状態ですのでこのままプロパティパネルを確認します文字の設定はこちらの文字のセクションで確認ができます現在デフォルトの設定が適用されている状態ですがこちらのフォントファミリーをクリックすると このように現在の環境で利用できるフォントがリストで表示されます。ここからフォントを選ぶことができますが、ここで便利なフォントサービス AdobeFonts についてご紹介します。AdobeFonts とは Creative Cloud ユーザーであれば追加料金なしで利用できる便利なフォントサービスです。イラストレーターからも簡単にアクセスができますので実際にやってみましょう。 それでは書式メニューから Adobe Fonts のその他のフォントという項目をクリックしますそうすると自動でブラウザが起動して Adobe Fonts のページを表示してくれます Adobe Fonts のこちらのページでは言語や目的に応じてさまざまなフォントを検索できます現在2万以上のフォントが使える状態です この中からレイアウトの雰囲気に合うものを選んでみましょう。今回はこちらのフォントを使ってみようと思います。Adobe Fonts は使い方も簡単です。使いたいフォントを見つけたら、こちらのアクティベートというボタンをクリックしてアクティベートを実行しましょう。 アクティベートが完了するとデスクトップアプリに通知が表示されます。アクティベートが完了するとすぐにアプリケーションでそのフォントを利用できます。現在アクティベートが完了している状態ですので早速使ってみましょう。テキストオブジェクトを選択している状態で先ほどのフォントのリストを表示します。この時にフィルターの部分から アクティベートしたフォントを表示というボタンをクリックすると現在の環境でアクティベートが完了しているフォントに表示を絞ることができますフォントを探したいときに便利な機能ですそれではこの中から先ほどアクティベートを実行したフォントを選んで選択しましょうこちらに先ほどアクティベートしたフォントが表示されていますねクリックして適用をします これでアドビフォンツからフォントの適用ができました。さて、現在の状態では文字がデフォルトのサイズになっているため、かなり小さい状態です。文字サイズを大きくしていきましょう。まず、選択ツールでテキストオブジェクトを選択しているときも、バウンディングボックスが表示されています。 このバウンディングボックスを使って大きさを変更することができますがこの時必ず一緒にシフトキーを押すようにしましょうシフトキーを押さずに変形してしまうとこのように文字が間延びしてしまいます文字を変形する際は必ずシフトキーを押す癖をつけましょうさて今バウンディングボックスで文字のサイズを大きくしましたが 文字に関する設定はこちらのパネルで行うのが基本ですまず文字のサイズはこちらのフォントサイズという項目で行います今回はこちらに100ポイントを入力して設定しましょうそして今回はテキストが2行になっている状態です間が大きく空いている状態ですね 今回はタイトルの部分なのでこちらの行送りの設定でやや狭めの数値を設定しましょう今回は行送りを100ポイントに設定しました続いて文字間のカーニングですデフォルトでは0になっていますがこちらでメトリックスを設定します これで、フォントが持っている詰め情報を使って文字の間を詰めることができます。続いて、段落も確認しましょう。こちらは、一般的なワープロソフト等と同じような動きをします。今回は、この中から中央揃えを選択しましょう。このまま、整列の項目も確認します。 今テキストオブジェクトが一つだけ選ばれている状態ですのでこのまま水平方向中央に整列を実行すればアートボードに対して中心で正確にテキストが揃います続いてテキストのカラーを設定していきましょうアピアランスのセクションから塗りのカラーを表示しますデフォルトの黒いカラーになっていますが ステップ1で使ったのと同じ赤いカラーを設定していきましょう。このように設定をしました。これでタイトル部分のパーツの完成です。続いてはレイアウトを彩るカフェの屋根風の装飾パーツを作りましょう。ツールバーで長方形ツールに切り替えます。 長方形ツールでドラッグしてこのように縦長な長方形を書きましょう塗りのカラーは先ほどタイトルの文字に適用したのと同じ赤いカラーで問題ありません線のカラーはなしのままで進めます選択ツールに切り替えて今書いた長方形を複製しましょう キーまたはオプションキーを押しながらオブジェクトをドラッグして移動と同時に複製します。この時スマートガイドも使ってぴったりと隣に並ぶ位置へ複製をしましょう複製した方の長方形は塗りのカラーを変更しますプロパティパネルのアピアランスの塗りの項目からパネルを表示してカラーを設定します こちらもステップ1のイラストで使ったのと同じ茶色いカラーの設定です。続いてこちらの2つの長方形のパーツ両方を選択して、選択ツールでもう一度移動しながら複製します。この時もスマートガイドを使って隣にぴったりと並ぶ位置へ複製をしましょう。 この状態でオブジェクトメニューの変形から変形の繰り返しを実行してみます。そうすると今行った移動と複製が繰り返されてこのように同じパーツが隣に並びます。そして今行った変形の繰り返しはデフォルトでショートカットが用意されています。Windows の方は Ctrl D Mac の方はコマンド D で実行できます。それではショートカットキーを何回か押して変形を繰り返してみましょう。キーを押した回数だけ変形が繰り返されます。だいたい A4 の幅程度になるまで変形を繰り返してこのような状態にします。 ここまでできたら選択ツールでパーツ全体を選択して塗り足しも含めてアーートボードの角にぴったりと配置をします。この時点で幅が余るまたは幅が足りない場合はこのようにバウンディングボックスを使って調整をしましょう。 続いてはこちらの長方形のパーツに対してさらに効果を使って形を変えていきます。パーツ全体を選択している状態で「効果メニュー」から「ワープ」「上限」を実行しましょうダイアログが表示されたらスタイルが上限になっていることを確認して水平方向カーブに100%を設定しましょう。 この状態で、OK をクリックします。今かけた効果によって、長方形の下の辺が丸く膨らみました。これで屋根のような可愛らしいパーツになっています。全体を選択したまま、オブジェクトメニューからグループも実行して、扱いやすくしておきましょう。さて、前のステップ。 ステップ1で作成したイラストも活用していきましょう現在ステップ1で作成したドキュメントを開いている状態です今回のステップ2から作業を始めている方は今回のサンプルファイルにも同じイラストを掲載していますのでそちらから流用しましょうドキュメントを開いたら流用したいイラスト全体を選択ツールで選択します この状態で編集メニューから「コピー」を実行しましょう複数のドキュメントを同時に開いている時は画面の上の「ドキュメント」のタブで切り替えができます先ほどまで作業をしていたドキュメントに戻りましょうこの状態で編集メニューから「ペースト」を実行すると 先ほどコピーしたイラストがこのようにペーストされます。ペーストされたイラストのパーツは選択ツールを使って、タイトルのテキストの下にバランスよく配置しましょう。今回のイラストのパーツは複製して数を増やしてもよいでしょう。色を変えるとさらににぎやかになります。カラーバリエーションを作りたいときに便利なツールを紹介します。 オブジェクトを選択している状態でツールバーからこちらのスポイトツールに切り替えましょう。この状態で他のカラーのオブジェクトをクリックするとこのように同じ色を抽出して適用することができますカラーの変更を行ったらあとは選択ツールで位置や大きさの調整を行います ここまで大きさの変更にバウンディングボックスを使ってきましたが実はこのバウンディングボックスでは角度の変更もできますバウンディングボックスのハンドルにカーソルを近づけるとこのようにカーブした矢印の形に変わりますこの状態でドラッグすると選択しているオブジェクトを傾けることができます移動や拡大縮小だけでなくこちらの回転も組み合わせて それぞれのパーツに動きをつけていきましょう。これで画面に動きが出て楽しいレイアウトになりました。それではタイトル部分にもう一つ装飾パーツを足してみましょう。ツールバーで長方形ツールを長押しして、 多角形ツールに切り替えます多角形ツールでシフトドラッグすると角度を固定した状態で多角形をかけますデフォルトでは六角形の状態になっていますがバウンディングボックスの上に表示されている菱形のウィジェットをドラッグするとこのように辺の数を増減できますこの操作で三角形を作ることもできますが 今回は辺の数を十に変更してみましょう現在塗りに茶色いカラーが設定されていますが線だけにカラーが設定されている状態にしましょう塗りと線のカラーの入れ替えはツールバーのこちらのボタンのクリックで行いますこれで線に茶色いカラーが適用されましたが この後の操作が分かりやすいようにこのカラーのまま進めます。それではさらに線の設定をアレンジしていきましょう。多角形のオブジェクトを選択したままプロパティパネルの「線」の項目を確認します。こちらの「線」の項目をクリックするとパネルが表示されます。ここでは線幅以外にも線に対する詳細な設定ができます。 まずは線幅を8ポイントほどの太さに変更しましょう。続いて、その下の先端という項目で丸型先端に変更します。そして、さらにその下にある破線という項目、こちらのチェックをオンにしてみましょう。 そうすると現在設定している線が線が破の状態になります。この時一番左の線分の値を0その隣の間隔の値に今の線幅以上の数値を設定するとこのように丸いドットの点線を作ることができます。 線分の間隔はゼロにする必要がありますが間隔の値は自由に設定していただいてかまいません今回は15ポイントほどに設定します現在こちらの多角形のパーツは一番前に配置されている状態です文字やイラストに重なってしまいますので重ね順の変更が必要ですねオブジェクトの重ね順を変更したいときは オブジェクトを選択している状態でオブジェクトメニューの重ね順から最背面へを実行しますそうすると現在選択しているオブジェクトが現在のレイヤーの一番後ろに移動しますこの状態でプロパティパネルの整列から水平方向中央に整列を実行すれば このようにアートボードに対して中央に揃います。このまま選択ツールを使って大きさや位置を整えましょう。ここまでできたら改めて線のカラーを設定します。今回は線のカラーを白に変更しようと思います。 カラースライダーを表示しているとき、白と黒のカラーについてはこちらにスウォッチが用意されていますので、クリックすれば簡単にカラーを変更できます。これでチラシの上の部分は完成です。次のステップでは図形だけでなく画像の配置も行ってレイアウトを仕上げていきます。完成まであと少し頑張りましょう。